島本ろは、岐阜県海津郡海津町出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属、労働組合日本プロ野球選手会第8代、会長。海津町立吉里小学校1年から吉里少年団で、当主として野球をはじめ、海津市立日清中学校では、軟式野球部に所属して2年次に、 第20回全国中学校難式野球大会に出場し、3年時には首相を務めた。子供の頃から中日ドラゴンズのファンだった。小学生の頃から成績優秀、運動神経抜群でテレビでも取り上げられた。愛知県名古屋市にある中京大中京高校出身。同校では1年秋からベンチ入りし、上級生が引退した後は、 首相となり周期東海大会で優勝。明治神宮大会ベスト4。3年春の第74回選抜高等学校野球大会に二類種として出場。1回戦で西村健太郎、白浜優太らを擁する広陵高校と対戦し、初戦敗退。夏は愛知大会決勝で東邦高校に敗れ準優勝。野球部の同期には深町良介がいる。 高校の大藤俊之監督が、東都大学野球連盟に所属する、国学院大学公式野球部の武田俊明監督に推薦し、本人も野球のためだけではなく、教師になりたかったからという理由で、同大学に進学。教典を見込まれて保守にコンバートされ、1年春からベンチ入りした。2年春のリーグ戦移行性保守となり、3年時は春季リーグ戦で、 首位打者を獲得して、秋からは首相となった。4年春には2部リーグで優勝して MVP に選出され、入れ替え戦を制して1993年春以来となる一部昇格に貢献。秋の一部リーグ戦では3試合目に左足首を負傷したが、後輩のためにも絶対に降格はできないと痛み止めを、のまずテーピングのみで出場。チームは、 優勝争いを演じて3位となり、自身はベストナインに輝く。一部リーグ通算15試合に出場、49打数14、安打、打率、286、5打点、二部通算64試合、216打数73安打、35打点、日本塁打、打率、338を記録。大学の1年後輩にはプロでも、同僚となる星座は両がいた。 2006年の大学生、社会人ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルス、より三巡目指名を受け入団。野村克也監督が演技を担いでいる、足して10になる数字にあやかり背番号は37に決定。入団会見の挨拶では、19が欲しかったと冗談交じりに発言し、その場で監督から、いい保守になったら19番を譲ると約束された。2007年、 チーム内の新人で唯一開幕1軍登録され、125試合に出場。トールイソシリツリーグ2位を記録し、オールスターにもファン投票で出場した。打撃ではシーズン通して打率2割未満だったが、リーグ8位の20ギーダを記録した。2008年は、藤井明人や井野拓の対等などにより、出場機会が減少。オフの12月4日、 契約公開の記者会見時に大学の同級生だった女性との入籍を発表。2009年もシーズン前半から出場機会が多く、藤が怪我で離脱してからは岩隈久ともバッテリーを組むようになった。しかし、正保守へ定着するには至らなかった。2010年5月29日の対広島東洋カープ戦では10回裏一四万塁の場面で 映画はカツから自身初のサヨナランダを記録した。また、オールスターには選手間投票で選出された。自身初で楽天の保守としても初めて規定打席に到達し、パリーグの保守としては2005年のジョージ・マケンジ以来の3割以上となる打率、315を記録した。また、球団史上初となるゴールデングラブ賞を受賞し、ベストナインにも選出された。 オフ、選手会長に就任した。楽天ハイノキの選手としては初めてとなる。2011年8月30日、小町スタジアムにて2011年4月2日に東日本大震災の復興支援のために行われた事前試合の前にスピーチした際の見せましょう。野球の底力をという言葉が注目を集めた。シーズンでは藤井が FA 移籍したため5年目で 初の開幕スタメンマスクをかぶり、試合では、ナルセ・ヨシひから決勝打となる勝ち越し3点本塁打を、打ち勝利に貢献した。しかし前年に見られたコーダは精裁を欠き、石峰氏が2番手守として対等した影響も、あってわずかながら、規定打席には到達せず、打率は、224と成績を落とした。一方この年、 島とバッテリーを組んだ時の田中雅宏の成績は18勝2敗、防御率0.998と優秀なものだったこともあり、田中との最優秀バッテリー賞を受賞した。2012年4月30日に第一子が誕生。シーズン開幕から不動の聖保守として起用され続け、同年5月12日の試合終了時点で打率。319だったが、13日の対オリックス戦で、 川端高志のファウルチップを右手に受けて、負傷交代。その後は、23日の中日戦まで痛みを押して、強行出場を続けていたが、24日に仙台市内の病院で、第1中手骨基底部の骨折で、全治1ヶ月と診断され、同日登録抹消となる。7月6日に一軍復帰を果たしたが、復帰後は離脱中に対等した新人の岡島。 武郎と併用での起用となった。オールスターには3年連続での出場となり、特に第3戦では、スタメン出場し、田中正宏と塩見隆弘を、高リードし、三浦大介からウゼンダを打つ活躍を見せた。91試合の出場は2008年に次ぐ少なさとなったが、打率は、291と前年の不振を払拭する数字を、残した。守備率は、リーグ2位。 自己最高の997を記録した。オフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。12月6日、阪神タイガースの荒井孝宏の後を継ぎ、パリーグハイノキの選手として、初めて、労働組合日本プロ野球選手会の第8代目会長に、 史上最年少の27歳で就任した。2013年の開幕直後は打撃校長で4月上旬の時点で2012年度の本塁打打点数を超え、KC ーーマギーからは打点マシンとあだなされるなど、打点ランキングの上位に食い込んだ。シーズン後半に調子を落としたが、7月26日に田中の開幕14連勝を決めるサヨナラヒットを打つなど、 田中正宏の無敗記録を守備、投撃面からアシスト。さらに球団創設初のリーグ制覇、日本一に貢献した。この功績が認められ、自身二度目となる最優秀バッテリー賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞した。オフの11月には、台湾で行われた、2013ベースボール、チャレンジ日本 vs チャイニーズ台北の日本代表に選出された。 12月7日、翌年から推定年俸1億2000万円で気高払いの4年契約を結んだ。2014年、わずかに規定打席に届かず、安打数も100を割ったが、オフの10月9日に、日米野球2014の日本代表に選出されたことが発表された。2015年2月16日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、 欧州代表の日本代表に選出されたことが発表された。3月10日の第1戦に9番捕手で先発出場している。3月11日の第2戦には途中出場している。シーズンでは序盤は打撃では打率3割以上を記録するなど好調だったが徐々に調子を落とした。6月13日の中日ドラゴンズ戦でファールチップを受け。 肋骨を骨折した。一ヶ月後の7月14日に復帰すると、その後はほぼスタメンを守り抜いた。規定打席には骨折した影響もあり、届かず、打率は219とプロ入り2番目に低い打率だが、アイ度は119を記録するなど、数字以上の活躍をした。7月16日に、第1回、WBSC プレミア12の日本代表第1次。 候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。オフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出されたことが発表された。10月30日 シーズン中に取得していた海外 FA 権を行使せずにチームに残留することを表明した。12月8日に第2子が誕生。2016年公式戦の開幕前に侍ジャパン強化試合日本 vs チャイニーズ台北の日本代表へ選出されたが左手後部分の打撲を理由に辞退。公式戦でも5月18日の対オリックス戦の 守備中にファウルチップを左手首に受けて骨折したため、2ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされた。オフの10月18日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出されたことが発表された。2017年、第4回ワールドベースボールクラシックの日本代表メンバーに選出されたが、 右ふくらはぎの針で調整が遅れたため3月4日に代表自体が発表された。シーズンでは112試合に出場した。2019年は腰痛の影響で2度の登録抹消を経験し、盗塁阻止率が1割を割れるなど講師に制裁を書き、自己アーストの57試合の出場にとどまった。10月頭に球団から減額制限を超える条件提示を受け、 10月21日に他球団で出場機会を求めるため自由契約を申し入れ了承された。11月15日、東京ヤクルトスワローズより入団が発表された。2020年は怪我の影響で20試合の出場に終わった。2021年はチームメイトだった田中正宏が楽天に復帰することが決まると喜び直接対決を熱望したが、 実現することはなかった。1.9秒台の二類送球をコンスタントに記録する素早く正確なスローイングに定評があり、プロ入り以来リーグ上位の投塁阻止率を記録してきたが、数字自体は徐々に加工している。リード面ではエース級の投手では自信を持ってサインを出すものの力の落ちる投手に対しての配球に迷いを見せることがあったが、当時の楽天監督、 野村克也の訓導を受け着実に成長。楽天のエースだった岩隈久さは、正捕手になってからは、自信を持って、サインを出している。今は打者を打ち取ることをイメージできてるし、立ち居振る舞いも堂々としてきましたね。と評し、その成長を認めている。補給面では、ショートバウンドの処理を手だけで行う癖などが指摘されており、保一が多い傾向にある。 2012年は守備の規定に到達した保守の中では最小のホイツ1に留めたものの、それ以外ではリーグ最多ホイツを7度記録している。投手とのコミュニケーションを大切にしており、外国人投手に対しても積極的に接する。そのかあって2011年に楽天に所属した5人の外国人投手が島とバッテリーを組んだ時の通算防御率は3.25。 他の保守と組んだ時は6.63と外国人投手との相性が非常に良い。もともと内野手だったこともあり、バント処理時には動きの良いところを見せている。東京ドームにてプロ入り当初はスイングの弱さ等が指摘されており、プロ1年目には一時期バスター打法にしたり流し打ちに取り組んだりした。その後は年々着実に力強さとミートのうまさが増してきており、 2010年には打率315、2012年には打率291を記録した。プロ入り以降例年右方向への打球割合が45%を超えるなど打球方向は中堅から右翼方向が多い典型的な右打ちのアベレージヒッターである。この打撃スタイルのため島の打席では守備が右寄りのシフトを敷かれる。 この右方向を意識した打撃によって、打席内では粘り強いため支球を呼び込むことも多くなり、2014年から2016年は、アイセドが0.1以上を記録するように出塁率が上がってきている。左投手に強く、特に2009年からは2010年にかけては、対右打率、268に対し左では、319を残している。バントの小技もく、 過去には二番打者として出場したこともあり、万類でセーフティスクイーズを決めたこともある。一塁到達4.22秒と保守としては足も遅くなく、2010年には12球団の保守で最多タイとなる9盗塁を記録している。読書が趣味で特技の書道は六段の腕前。右の名は愛情、真心。尊敬する野球選手は谷重元信。谷重が 自宅から近い国学院大学グラウンドを毎年自主トレ場に使っており、学生時代からその姿に魅了されたという。実践でも谷重から直接譲り受けたミットを使用している。中学時代は野球部の首相に加えて、生徒会執行部、体育祭の応援団長を務め、学業でも急強化でオールゴの成績だった。高校時代は実家のある、 岐阜県海津市から電車で、片道1時間半かけて通学していた。愛知県外出身者としては、中京大中京高校史上初めての首相であった。高校入学当初は、競合野球部の中では目立たぬ存在で、二類種としては、補欠の三番手ということもあり、二年時には、マネージャーとして、チームに貢献したいと申し出るも、大藤俊幸監督に、怪我人も出るかもしれんし、 まだチャンスはあると悟され遺留している。大学時代の監督で、仙台育英高校と東北高校の監督として27回の甲子園出場経験がある、武田敏明は、島ほど人間性やコミュニケーションに優れた学生や、頭脳、心、洞察力を持った選手は見たことがない。島は相手を見抜く、洞察力と投手の力を引き出す能力がある。 監督が何を考えているかを汲み取ってゲームメイクできる。佐々木和弘の転職がクローザーなら、島は保守が天職と高く評価している。元楽天監督の野村克也は、保守は頭脳が良くなければいけないという持論から、コーチに頼んで正保守候補数名の中学時代の通知表を取り寄せたところ、島がオール語だったことからルーキーでの一軍起用を即決したという。 島は野村に試合中でも怒られ、時には野村の横で立たされて公開説教を受けることもあった。その野村が死去した際には会見で野村監督が最後に育てたキャッチャーが僕だと思うのでと声を詰まらせ号泣した。2012年に就任したプロ野球選手会会長を前会長の荒井隆弘から最初の打診を受けた時は経験があまりにも少ないし、 他の先輩たちが納得しないのでは、自分には務まらないと断ったが、やはりお前しかいない。選手会を引っ張っていってくれ。引き受けてくれるまで、この電話を絶対切らないと洗井の熱意に押し切られた。ありがとうございます。